おはようございます。速稼塾の久保です。ミスター M さん、今回もですね、バーベルのセットのレビューありがとうございます。ガチンコマッチョクラブってのはやっぱね、ここまで続くと本当伝説ですね。今121話で、再生数私が今見たところ、ファイティングロードバーベルレビューですよね、121話が12回になってるんですよ。12回の再生数で、でもコメントがね入ってるんですよね。コメントが2件入ってまして、もうすでにミスター M さん返信済みということなんですけども、ここでねちょっと私提案をしたいんですけども、コメントに対してコメントを読んで、コメントに対しての返信を動画でするみたいな、いかがですかね。こんなコメントが入ってますと。で、返信していただいてるんですけども、芋焼酎さん、ファイティングロードはコスパ良しです。オリンピックバーは重さ20キロものが多いですが、こちらのシャフトは10キロです、ありがとうございます、みたいな動画を撮るといいのかなと。コメントをやっぱ書いた人がね、動画に取り上げられたりとか、自分の名前を呼ばれるとちょっと嬉しいんですよね。そういうところいかがですかね、というのが一つ。もう一つはね、レビューの内容なんですけども、私もそうなんですけども、地面にゴムみたいな引くじゃないですか、軽トラックの荷台にこうはめるようなゴムをね。あれが確かに私ね、通販でやっぱり5000円ぐらいだったかなと思うんですよ。で、2枚買ってるんですよね。で、ミスター M さんも下に引いてますんで、あれ結構大事ですよね。床に傷つけないようにとか、重荷重って言って重いものを置くときって、重いものを置いてるとき以上にガーンってね、負荷がかかるのを分散してくれるみたいな効果があると思うんですけども、多分ね、ホームジム考えてる方でも、そのパワーラックとかつけなくても、その地面につぶつぶのねゴムゴムをね引くのは結構ね憧れるんじゃないかなと思うんですよ。で、あれ掃除もしやすいんですよね。雑巾でベーってやったら綺麗になるんで、私はあれが好きですね。あの上にベンチを置いたりとか、バーベルダンベルを置いたりとか、それから重りを置いたりねしてますね。ミスター M さんで、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。